右回りって言って手が右回っちゃう方が結構多いんです。クラブの重心自体はこうやって右回りの軌道、自分から見て右回りの軌道になるんですけど、手は右回らない。右手の縦コックで、あとは右手の甲側に折れるヒンジ、これが組み合わさった形が手の動きなんですね。はい、どうもマイケル長谷川でございます。はい、今日はですね、実際に生徒さんに来ていただいてちょっとレッスンしていきたいと思うんですけど、今日ね、ご協力いただくのはマリさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こういうところありがとうございます。いえいえ。あ、ということで、まあ、日々悩みがあるということなんで、まずちょっとその辺お伺いしていきたいんですけど、例えばコースで一番迷ってしまうとか困っていることっていうのは何ですか？はい、ショートホールとか、あとアプローチで、はい、アイアンが引っかかることがあります。左引っかけ、はいはい、あとはもうアプローチで本当にあと1打で乗るところが短かったりとか、うん、なんか変な方行っちゃったりとか、もうその距離感となんかダフりとか、なるほど、はい、そういうのがあって2打3打余計なものを叩いてしまってスコア伸びない。なるほど、はい、ということでやっぱり引っ掛けとダフりというところで、はい、いいですかね。はい、わかりました。まあ確かにですね、やっぱショートアイアンがやっぱりこうグリーン乗らないとか、はい、そういうになってくるとちょっとやっぱスコアメイク難しいですよね。そうですね。ね、ですからそのあたりちょっと今日はしっくりやっていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。実際じゃあちょっとスイング見させてもらっていいですか？はい、はい、ちょっとダフってますね。今の感じですかね。はい、あります。確かに今でこういうね、よくあるあるの人工芝だからミスにならないできない、はい、コース行くともう完全ちょっとダフってありますね。あります。ああ、もう傾向が分かりました。もやっぱダフリーのポイント、今7番アイアンで打ってるんですけど、この左下のここ見てもらいたいんですけど、はい、この時に 5.4 のアッパーで打ってるんですね、うんうんうん、ってことはやっぱりこれボールに対して下から入っています。ドライバーだったらね、はい、いいんですけれども、はい、まあ、これだとほぼほぼ、うんうん、やっぱりおっしゃってたように、はい、あのダフリのミス、うんうん、でダフリのミスに上がればちょっとトップになるっていうような、うんうん、まずは入射角ですよね、はい、でそれからやっぱりここで見ておいてもらいたいのが、この左上のこのクラブのパスですね、はい、まあ、7.4 度でこれ今はちょっと少ない方なんですけど、先ほど見てたら 14.5 度ぐらいまで来ます、はい、でかなりのインサイドアウトなんですよね、はい、こんなような当たり方を してます、うん、こちらのスイングの方にも戻っていくとですね、はい、じゃあなんでこれがダフったりとかですね、まあ、角のインサイドアウトになってしまう、だからインサイドアウトが強いのと、うん、入射角がアッパーになってしまうというのはこれは相関関係あります、そこをつなげていきたいんですけれども、先ほど言ったように感覚としてはすごいカット打ちのイメージですよね。なんか首切りのスイングになっちゃうよねっていうの悩みがあったと思うんですけど、そうです、そうするとなんかカット打ちの感覚になると思うんですけど、実はインサイドアウトなんですよね。そう、インサイドアウトになりすぎてるっていうところなんですよね。インサイドアウトになってしまう原因としてやっぱりこのテイクバック、バックスイングにした時にですね、やっぱりちょっとここでですね、クラブをですね、背中の方にこう引っ張りすぎてしまってるんですよ。なのでその分やっぱりこのいわゆるゴルフクラブトップの位置でいうとクロストップになってるわけですよね、はい、うんうん、でクロストップもそんなにプロゴルファーのクロストップの選手がいるのでうまくコントロールできれば、うん、いいんですけれども、若干ですね、この体の正面から腕が外れすぎてる分だけ、はいはい、やっぱりプロペラみたいな動きになってくるの で、うん、 その分この反動でクラブが、うん、高い位置から確かに入ってくるんですけど、うん、練習とかね、うん、レッスンされてるんでここからプレーに乗せようと思って、うん、クラブがインから降りてきやすいですよね、うん、はい、で手前ボールの手前、今この辺に今地面に設置してるんですけど、うん、割と手前ボールの手前が最下手になって当たっているというところなんですよね、はい、からやっぱりこうヘッドが落ちやすいっていうところでいうと、うん、手元が高くなってヘッドが落ちるっていうところもありますが、このあたりが一つポイントになってくるんじゃないですかね、うん、だからポイント2つあってですね、ちょっとバックスイングのテイクバックの時の腕と体のこの同調というか、はい、まあ、うまくここはシンクロしてないというのがまず1点あるのと、うん、あとはやっぱりスイングの今は回転がうまく回転が結構入ってるんですけど、うん、もうちょっとクラブをうまく使えた方が楽にできるし、インパクトでですね、こうやって手元が浮かなくなってくるようになってくると思うので、うん、この2点かなと。だからそのバックスイングのところの
上げ方、はい、それからクラブの使い方っていうのを今日この2点をですね、はい、レッスンしていきたいだと思います、はい、だからバックスイングした時になるべくですねこの自分の体の幅の中にこうやって肘が収まっててもらいたいんですけど、うん、やはりここからですねここで収まってもらいたいんですけどこのように体の正面から肘が外れた状態でトップの位置に行くので、うんはい、少しこうフラットに上がりながら、うん、あのクロストップになっていくと、うん、こういう方向に手が行くといいですね、うんはい、だから今どうしても後ろ後ろに行くので、うんうんうん、なるべくこのカメラの方にグリップエンドが向くように上げていける、はい、そう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 だからよく練習方法とかいくつかあるんですけれども、はい、感じ的にですねこのままバックスイングそうちょっと逃げそう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 ですねそうそうこういう意味で右手で前持ちです、うん、右手で前持ちそうですそうですこのポジションにないんですよね普段もう少しこっち行きたくなってるじゃないですかはいはい、はいまあ、なんかそうですそうですそうですね、はい回転させようっていう、はいうん、そうですね、まあ、こうなってくるとこのままこのままダウンスイングでこう降りてくるんですねそう、はい、そうすると右肘が体の前に入ってきながらインパクトできるわけなんですよ、うん、そうそうです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 、そうですね意外とこの辺はですね右回りって言って手が右回っちゃう方は結構多いんです、うんはいはい、手がここは右回らない、うん、でバックスイングでこうやってクラブをこう来るんですけどクラブの重心自体はこうやって右回りの軌道自分から見て右回りの軌道になるんですけど手は右回らない、うん、でやっぱりこうやって手が右回っちゃった時ってこうやって入った時ってこのままこう打てないじゃないですか、はい、打てないから最後こう出てきてヘッドが取れてダフルでこうなってくるとこのままだと右行くんで返して引っ掛けてる、はい、だから基本的には何もしなければ右のプッシュが出るようなスイングだと思うんですけどバックスイングはなるべくだからここが体の後ろに外れないように、うん、でそこから体がこれだといけないのでこのまま少し体回転しながら入っていくということですね今のを踏まえてバックスイングそう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 、イメージ的にはじゃあこれどういうふうにやるかっていうと体の回転入れてしまうから分からなくなるんですけど、うん、体の回転をまず入れないとすれば手の動きってどうなるかっていうと右手の縦コックこの親指方向に来る縦コックがありますねこういう動きがあります、はい、縦コックがありますであとは右手の甲側に折れるヒンジっていうのがあります手首の動きってこれと縦と横これが組み合わさった形が手の動きなんですね、うんうん、これがどっちか一方だと楽なんですけどこれどちらかというと今はですねこっちは入るんですけど縦が入ってないんですよ、うん、なんでクラブが少し重心が外れた状態になるんですけどこの状態縦と横でコンビネーションこれ合わせるとどうなるかっていうとここを正面を基準にして右肩方向に折れてくる動き、うん、結構折れますねないですよねないないですよね結構折れますよね、うん、そうだから右肩方向に来ると右、うん、この肘ってこうはならないじゃないですか、はい、今これバックスイングでこうなってるんですよ、うん、多分見てる方も結構その方非常に多いと思うんですけど、うん、手っていうのはこの縦と横の合わさってこの右肩方向に折れてくるでこのまま体の回転が入ってくるんでこういうトップになってくるんですね、結果なんか後ろに行ってるような行ってますそう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 、うん、でこれを回転とあの腕が一緒になるんで、うん、ちょっとこれ分かりにくいなんとなくこう昔のレッスンの仕方だと右手で耳をかくようにとかって言ったりするんですけど、うん、そうなるとあまり体と手の動きって分かんなくなってくるんですけどその右肩方向に上くるコックとで回転が入ったらそしたらクロストップに基本的にはならないんですよね、うん、結構ここが辛い辛いですよね辛いで普段これが逃げてるんですだからちょっとここの柔軟性が少しなくなってるかもしれないです、うん、あそう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 すごい縦のイメージがありますよね、うんうんうんはい、そう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 これあのちょっとこれ体操やっていきましょうかこうやってなった時にちょっとこういうイメージここですね肘曲げて水平にしてもらってぐーっと
そう、これが柔らかい人はベタッともうちょっといきます。まあ、基本的にこれ90度ここまでくれば運動宣言ないんで、硬い方はこの前にしちゃいますから。そうで、これが柔らかい方は今のところは苦しく感じないんですよね。あ、そう、 ここの硬さですか。はい、だからこれストレッチするんであれば、これをこうやって持ってもらって、はい、でこれを90度にして、はいはい、で肘にこうやって当ててもらって、そうそうそう、少しこう前に、そうそうそう、はい、あんまり肩なんで痛めてしまうとまずいんで、あの痛くならない程度に少しそうやってやると、ちょっとこっち側のストレッチが効いてくる。はいはいはい、で硬いとやっぱりさっき言ったように、まあストレッチしてても辛いとちょっと逃げたくなるんですか、うん、あれ代償動作って言うんですけど、やっぱり本来ここのポジションに入りたいのに、やっぱり辛いんでちょっと逃げしちゃうんですよね、うん、だからやっぱこれはスイングのレッスンだけではなく、うん、こうやって少しこうフィジカルの部分も鍛えておいてあげるとスイングしやすくなってくると、うん、しっかりこの状態から肘の位置変えないでこういうストレッチですね、うんうん、今の立って手の動きと、はいはい、トップの位置で、そう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 ですね、はい、まあ、ここから打ってみましょうかね、はい、めちゃめちゃ良くないですか。あ、結構いきますね、はい、そう、いいですよ、もう一回今の感じ、はい、だ最初はやっぱバックスイング少しゆっくり上げる感覚があっていいと思いますよ、はい、そう、意外と今のだとよくありがちなんですけど、こう上げてる時に手が離れちゃうんですよ、うん、はい、これだと違う、で、うん、近く、そうそうそう、体の近く、そう、はい、で、こういう感じですよね、うんうん、そう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 、うん、だいぶ感覚違うと思うんですけど、うん、難しい、だいぶ引っ掛けなくなってきてるじゃないですか、はい、まあ、ちょっとスイングの方を見ていくと、はい、これまだご自身のものになってないと思うんですけれども、うん、こういうコックが縦が入りながらこういうトップになりました、うん、ですからすごい今日はですね1回のレッスンでですね直そうといろいろしてるので、すごくまだ綺麗に収まってないんですけれども、先ほどこのポジションではですね右の肘が後ろに行ってですね、はい、クロストップになってましたよね。だいぶこれはスクエアなトップになってきてると思います。若干でも体の動きが少し右に行き過ぎてしまっているところがあるので、まだまだあの直す要素はありますけれども、まあこういう感じで直ってくるとですね、データ的にどうなるかというと、まあこのようにですね、さっきはすごくインサイドアウトが強かったんですけど、逆に今度アウトサイドになりました。はい、だけどまあレッスンって、あの練習ってのはこういうもので、まあ逆をまずできるかどうかというのがまず1個あります。だからさっきまでずっとインサイドアウトだとダフったりするので、でこれがやっぱりこう見ると今度 1.8 のダウンブレになりました、はい、ですからこうなってくるとミスの傾向っていうのがちょっと変わってくるということですよね、うん、そう、だ今までのイメージっていうのはですね、こうやってこのボールに対して今分かりやすくこうやるとですね、この部分が今地面に設置してるわけじゃないですか、はい、これがどん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 さっきはこういうふうになってたんですよ、うんうん、今この軌道がついてるところ、今ここがじゃないですか、最下点がこっちに傾けば傾くほど右にずれていく、うん、ダフってインサイドアウトが強くなってくる、はい、ですから練習方法っていうのは、まあ、理想がこのぐらいだったとしてもイメージ的には少しこっち側に左に振っていけるような感覚を、うん、とにかく養っていくとですね、うん、今の問題っていうのはまずクリアできてくるんじゃないかなっていうのが、まあ、1点あります。ですからやっぱりこのバックスイングのところ、うん、最初が難しいですね。最初は難しいです。今までこうだったのが、そう、こうなんだけど、ここから、そうです、そうです、そうです。だからゴルフスイングするときにあまりやっぱりこのイメージ皆さん持たれてる方非常に多いと思うんですけど、やっぱり手使っちゃいけないっていうのがやっぱりあるので、うん、やっぱテイクバックをこうやって上げる方は非常に多いんですけど、うんうん、
やっぱりなるべくやっぱりヘッドスピードを走らせるっていう意味でも、やっぱ手首を円滑に使うっていうのが一個ポイントになってくるわけですよね、はい、だから手元っていうのは、まあ、確かに悪さをするところでもあるんですけど、正しく使ってあげるっていうところが一個ポイントです、うん、ですからやっぱこの今の右肩、手の動きだけでいうと右肩方向に降りてくる、はい、これプラス、うん、回転を取った、うん、で今やろうとするとですね、今スイング的にはここから右ってすごく右に動いてしまうので、うん、はい、なるべく自分の体の中心で動けるっていうと、うん、もっと良くなってくるじゃないかな、うん、はい、これが今バックスイングのところなんですけど、まあ、でもこれってまあ、なんとなくそのまず手の使い方しっかり基礎を学ぶっていうことでは1個やるんですけど、実際ボール打つ時の感覚をまず変えないとなかなか変わらないところがあって、はい、で今は単に言うとすごくこうスイング自体がもったいないというか、うん、バックスイングがやっぱりこう一回こう、まあ一言言うと少し大きいんですけど、はい、今のマリさんのスイングっていうのはなんかこうやって走っていくときにですね、一、うん、回行ってここをタッチしてからこう帰ってきてるみたいな話で、はい、こっちに行くエネルギーが一回ここで吸収され、ゼロからゼロスタートでもう一回ダウンスイング開始してるんですよ、うん、じゃなくて例えばトラックを回るみたいに、はい、こうやって回ってたとすると、うん、こう行ってるエネルギーってこっち側の折り返してきてこっちのエネルギーも使えてるじゃないですか、はいはい、こう使えてるじゃないですか、うん、今はこれがこう来たのがこう来てるんです、うん、じゃなくてなるべくこうやってスイングっていうのは、はい、一画一画書くんじゃなくて一筆書きで書けるようにするっていうのがスイングのポイントなんですね、うん、はい、でそう考えた時に今一回バックスイング良い一緒ダウンスイング返しってなってるんで、これがですね、うん、今ゴルフスイングをちょっと難しくしている、うん、だからスイングのね一個一個を見るとすごい綺麗なんですけど、うん、ちょっとコースに行った時に当たりにくくなってるっていうところだと思うんです、うん、もう少しシンプルに考えられるといいと思うんですけど、はい、こちらの公式 LINE ではツアープロコーチとして20年以上プロアマともに2万人以上のスイングをレッスンしてたどり着いた最短5日でスイング改造を達成できた方法を配信しており、スイング改善やスコアアップを継続してやりきれる環境を用意しています。私が監修した LINE 限定動画5日間スイング改造プログラム、図解でわかるゴルフスイング完全版、さらに二重振り子、ハンドファースト、飛距離アップ、スイング安定、ドライバー、アイアン、アプローチ、パターなど、あなたに合った YouTube 動画200本以上、これらなんと合計10個のプレゼントを LINE 登録者限定で無料配布しております。また1本あたり5分から10分でサクッと確認できるラウンド前のショット別朝一練習法動画、マイケル長谷川おすすめクラブ選びとメンテナンス動画、おすすめ練習器具3選、トラックマンなど弾道シミュレーターの活用法といった計5本の動画も LINE メニューで無料配布しております。初心者から上級者まで全ての方の悩みにフォーカスした計10個の無料特典が欲しい方は、期間限定配信ですので消えてしまう前に今のうちに動画下概要欄にて LINE 登録をしておいてもらえればと思います。そして毎日更新、すでに800回以上放送している1日15分聞くだけでゴルフが上手くなるラジオの全音声コンテンツ、その他各 SNS 更新コンテンツ、これらを含めた合計10個の無料特典がありますので、なくなってしまう前にぜひ以下の公式 LINE から登録しておいてもらえればと思います。